アニエールの水浴は、フランスの画家ジョルジュ・スーラが描いた絵画、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。縦201センチメートル、横301.5センチメートルの大きさを持つ作品である。1883年の春、スーラが本作の制作に取りかかる。1884年、スーラは本作を完成させ、サロンに送ったが落選する。黒い馬。 中作本作は同年12月にパリで開催された第1回アンデパンダン展に出品される。同年5月、スーラはグランドジャット島の日曜日の午後の制作に取り掛かっている。本作に描かれている水浴場はパリの北西の近郊にあるアニエールとクリシートの間に架橋されていた日本の橋から上流のセーヌ川の佐賀に存在した。 1883年に制作された黒い馬、修作は本作の画面左半分の修作である。晴れて気温が上がった夏のある日の午後の光景が描かれている。画面の右上にはセーヌ川の中洲にあるグランドジャット島が描かれている。画面前景には川岸で寝そべったり体育座りをしたりしてゆったりとくつろいでいる男性の他に川の中に入って 水浴びをしている少年の姿が描かれている。三色旗を掲げた渡し船彼らの多くは川やグランドジャット島の方を向いている。画面の手前右端に描かれた少年は赤色の帽子をかぶっており丸めた両手を口元に添えグランドジャット島の方に呼びかけている。画面後方にはクリシーの向こう側に広がる工場地帯の煙突群の他に鉄橋が描かれている。 川もには、三色旗を掲げた渡し船や、ボートなどが描かれている。乗客を乗せた渡し船は、グランドジャット島へ向かっており、乗客は、グランドジャット島の日曜日の午後で描かれたような、身分の高い階級に属する人物であるとされる。画面の左右部に描かれたボートを漕ぐ人物は、画面の端で切り取られている。ありがとうございます。